登場人物。店長、美容師歴10年、優しくておおらかな性格から誰からも好かれる頼れる店長。たまに抜けているところあり。博士、毛髪の研究歴30年、研究熱心で物知りで優しい。最近のマイブームは釣り。今回のお客様、ストレートにしたいお客様、今までいろいろなヘアカラーと毎日のアレンジを楽しんでダメージが気になっている。今日はどうされますか？相談があってきたんですけど、今までいろいろなヘアカラーと毎日のアレンジを楽しんできたんですが、最近は髪がまとまりにくくて、特に癖が気になるんですよね。パサパサでダメージもひどいんですが、こんな状態でもストレートパーマできますか？ストレートにですか？さすがに厳しいですよね。この髪の毛じゃ厳しいかな。ずいぶん毛先がパサついてるけど、なんとかしてあげたいな。そうだ、こんな時は博士に聞いてみよう。ちょっと待ってて。かなり髪がパサついているお客様から綺麗なストレートにしたいという要望が来ているのですが、何かいい方法はありますか？ファイバープレックスストレートを使ってみたらどうかな？何ですかそれ？癖をしっかり伸ばしながら髪を保護して強化してくれるんだよ。おお、今回のお客様にぴったりですね。もう少し詳しく教えてください。ファイバープレックスストレートはダメージを軽減しながらしっかり癖を伸ばせるよ。髪の芯の強さと柔らかさをアップさせることができる特別なお薬だよ。扱いやすくまとまりのある仕上がりになるから、いろんなヘアデザインを楽しめるよ。なんで今までのお薬と違って髪を保護強化しながらストレートにできるんですか？ファイバーボンドテクノロジーとトリプルオイルテクノロジーで癖をしっかり伸ばしながら髪を保護強化するんだ。ファイバーボンドテクノロジー、保護強化することで髪本来の芯があるダメージの少ない仕上がりに導くよ。トリプルオイルテクノロジー、均一に還元してしっかり伸ばすとともにアイロン熱から髪を守り柔らかい仕上がりに導くよ。還元補正、再結合保護強化。まずは一材から特徴を伝えていくね。塩基性アミノ酸が毛髪内部を補正してジガルボン酸の定着できるところを増やし、ボンドプロテクションの準備をしてくれるよ。ジガルボン酸がフィブリルに定着することで毛髪内部をしっかりさせて酸化ダメージから髪を保護するぞ。さらに塩基性アミノ酸の部分にもジガルボン酸が定着して強力に保護するよ。酸化のダメージによって生成したシステイン酸にボンディング成分がイオン結合することで毛髪を強化するよ。コート成分が表面に被膜を形成し、内部の成分を閉じ込めるとともに指通りを良くしてくれるよ。一剤との重ね付けにリデューサーもおすすめだよ。重ね付けによりアルカリを下げてダメージ部の過度な膨潤を抑え、一剤の還元力を和らげて髪を保護してくれるんだ。保湿力の高いアルガンオイルが水分を抑え込み、毛髪内部に浸透して髪を柔らかく保つよ。驚きの検証結果を見てみよう。
施術後の毛髪内部の電子顕微鏡の写真だよ。すごい、毛髪内部の空洞化が少なく、しっかり毛髪内部を保護しているね。実際に施術した例を見てみよう。うわー、これなら今回のお客様も絶対に喜んでくれます。博士ありがとう。早速使ってみます。わー、綺麗なストレート。とっても素敵です。髪も保護されてサラサラになりましたね。本当にサラサラ。これでまたヘアアレンジを楽しめます。ありがとうございます。また困ったことがあればいつでも相談に来てね。次回は指名させてください。髪質も改善しながらいろんなスタイルを楽しんでいこうね。